ショレフ 155mm 自走榴弾砲は、イスラエルのイスラエルミリタリーインダストリーズ及びソルタムシステムズが1980年代に開発した自走榴弾砲である。IMI によって自国開発されたメルカバマーク愛戦車の車体に密閉式の砲塔を搭載し、ソルタム製の52口径 155mm トル榴弾砲を装備した自走砲で、 1984年1986年に計2両が試作されたが量産には至らなかった。名称のショウレフはヘブライ語で英語のスラマーに相当する語句である。ショレフのベースとなったメルカバマーク I は車体前方にエンジンを搭載して後方に戦闘区画を設けるという他の多くの主力戦車とは異なった特徴を持っている。一方、 こういった構造は多くの自走法で広く採用されている。こういった背景もあり、ショレフの車体はベースのメルカバマーク、愛戦車と構造的にほとんど同じで、これはより多くの部品や整備の互換性を持つことを意味する。ショレフは停止状態から15秒後には発射可能な状態への移行が可能であるほか、15秒間に3発、 一分間に9発の連続射撃が可能である。手法は、ソルタム M71155mm 榴弾砲をベースに改良されたもので、NATO で標準使用される 155mm 砲弾を発射可能である。アーフル BB 弾を使用した場合、40km の射程距離を持つ。ショレフは75発の砲弾を搭載可能で、 そのうち60発は即使用できる状態になっている。通常、車両の移動時にはトラベリングロックによって手法を固定するが、手法にはスタビライザーが装備されており、移動中の直接射撃も可能となっている。車体部分の防御力はベースのメルカバ戦車と同等の強固なもので、砲塔部分は重機艦銃の攻撃や砲弾の爆風などに耐えられる設計となっている。 このほか、標準的な装備として、自動装填装置、余圧式 NBC 防護装置などを持つ。ショレフは、性能的には優秀な自走砲であったが、イスラエル国防軍は、本社を採用せず、アメリカ製の M1955mm 自走榴弾砲の改良を行い、こちらの運用を継続している。ショレフの試作車両は、イスラエル砲兵隊博物館に展示されている。 ありがとうございます。